はい、どうもベアンです。今回の動画は北条町駅、北条鉄道の、始発駅ですかねからお送りしたいと思います。今回ここに来た理由がですねありまして、それがですね、北条鉄道さん、枕木オーナーというのをやっておりまして、その一口5000円だったかなで、枕木オーナーになれるというシステムがあるようでして、まあ、やっぱり何ですかね、こういう私鉄というかローカル線を個人的にちょっと応援したいなと思ってまして、で鳥取県のね若狭鉄道の方も米安ちょっと枕木オーナーという形でちょっと支援させていただいてるんですけども、北条鉄道さんもちょっとそういった形で支援できればなと、ビビたるもんですけどもできたらなと思いまして、枕木オーナーに実はなっております。でそれのプレートをですね確認しに来たんですよね。で一応ですね枕木があるのかどうか、まずここですね、北条鉄道枕木応援団という形でここにですね令和元年でザンと米安が代表しているグリプラのね名前が入ってるんですよ、ね、これで確実に枕木オーナーということは証明できたかなと思います。それでですね米安そのグリプラの枕木オーナーがどこにあるかっていうのをずっと探してたんですけども、こういうふうにあるんですよね、こんな感じで。で、グリプラのね枕木オーナーがここかな、ありました、ズン、これです、グリプラも北条鉄道を応援してますと、でグリプラ様と令和元年10月というふうな形でね枕木オーナーになっております。このここだけね明暗枕木オーナーです。でやっぱこうやってね例えば YouTube の広告収益などをいただいて、そこからねできる限りこういったローカル線ローカル鉄道会社ですかねを応援できればなと思いまして、いろいろ全国に鉄道でそういった枕木オーナーができる会社さんをいろいろ探してるんですけども、まあ、今後もね見つけたらねそういうふうな形で支援させていただいて、またそこにね見に行くというまた旅ができるのがちょっと楽しみだなと思っております。北条鉄道さん結構いいんですよね、この雰囲気が。で一応ねここに来るのがね来る来方としては、まず今日は姫路までスーパーハクトで行きまして、姫路から加古川まで行って、で加古川からね西脇市まで加古川線を乗ってきたんですよ。でまあその西脇市加古川から西脇市まで行くことで米安なんと加古川線全路線全線ですかね環状という全部乗ったというふうになりました。でそこから西脇市から阿波というところに帰ってきまして、阿波からここ北条鉄道北条町駅まで来ました。でこれで一応北条鉄道さんも環状というふうになります。こうやってねなんとか今年1年の目標として兵庫県のね全路線と中国地方全路線鉄道の路線ですね、私鉄と、JR 含めた全路線をなんとか制覇できたらなと思っております。はい、でまたね北条鉄道さん実は枕木オーナーになると1日フリー切符券というのがもらえるんですけども、今回それを忘れてしまいまして普通の運賃で乗りました。まあこういった形でね乗ってもちゃんとお金を落とすというふうな形で鉄道会社にお金をちゃんと落とす鉄道ファンでありたいなと思います。で今後もいろんなところに行ってね、まあ、動画撮らせてもらうんですけども、そこでまあ運賃というふうな形でいろいろお金を落としていきたいと思っておりますので、これからも米安の動画をちょっとずつでもいいので見ていただければなと思います。はい、今回こんな感じで動画終わりたいと思います。枕木オーナーいいことしてるなとか思われた方がおられましたら高評価ボタンの方ぜひぜひお願いいたします。
で、まだあのチャンネル登録がお済みでない方はですね、あのぜひぜひあのチャンネル登録していただければなと思います。よろしくお願いします。はい、今回こんな感じで動画を終わりたいと思います。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。